吉野さん、今回はね、若いに対して老いっていうことに対してお話ししていこうかと思います多くの方が年を取れば取るほど不利になるっていう風うに考えてるんじゃないですかねもう若い頃のようにはいかないよとかね体力もないし若い頃はね、いろいろ覚えるのが得意だったんだけどももうこの年になったらなかなかねっていう風うに40とか50の人がね、値を上げてるわけなんですよじゃあ、人生のピークが 10代とか20代にあるとしたら残りの人生ってピークが過ぎて何を生きさらばえてるんですよね私はね老いっていうのは特権だと思いますよだって70歳の人って70年がかりでそうなるわけですよでそこまで行かない人もいるんですよ80歳の人っていうのは80年がかりでそこに来てるわけですよね途中で災害それから戦争飢餓貧困いろんな問題が起きてる中でも ててててを勝ち抜いて生き抜いいい生ききそこにいるわけですよね多くの喜びもそうですし悲ししみも知ってるでしょうたくさんの感情や経験を通していろんな世の中の理不尽を見てきたと思うんですよ。まあですんで本来はね老いれば老いるほど得になっていくように受け止めていくべきなのに年を取ったらね自分がまるで生きててもしょうがないかのようなもう年取っちゃったからねみたいなね ため息も似たような感情を抱いていくのはなぜでしょうかねということはその人は若い頃から年寄りに対してそういう風な先入観を持っていたのかっていう風な他者を貶める発想を持ってるとも言えるわけですいや私はねまあ生き方にもよるんですけども自信を持って年を取っていきたいなと思うんですよねスーパー70歳とかスーパー80歳を構築するためにはまだ30年ほど時間がありますのでこの30年をいかに使うかによって もう理想的なねとんでもないスーパー80歳亀千人おじいちゃんができるんじゃないかなと思うんですよいやそうあるべきですしね10歳や20歳の時にピークだったものはあるでしょう例えば体力的なことも瞬発力も10代の頃はピークだったかもしれませんよねでも40にならば40がピークのもの50になれば50がピークのものもあるわけですよ70や80でピークになるものもあるわけですよ それを自分の内側を見ることによって探していけばああ70歳80歳も悪くないなっていうふうに自分を肯定することもできるしお年を召された方も肯定することができると思うんですけどね。私は基本的に時間がああればあるほど有利だと思うんですよ人間の生命が例えば1,000歳まで生きれるとしたら100歳ってまだ始まったばかりですよね。人生のピークはもっともっっとと数百年 生きたとところににあるるる言えるようになると思います。で残念ながら人生っていうのは100年足らずで終わってしまうもんなんで人生のピークっていうのがもしかしたらね200歳ぐららいい生きたら来るのかもしれななわけなんですよだからまだまだ寿命を延ばすための研究ってあると思いますし、まあ、そもそも人間ってのはもともと1,000歳ぐらいまで生きたっていうね記録もありますんでその記録を信じるとしたら私たちはまだ人類としてうん。 成熟する前に寿命を終えてしまうのではないかなとつまり老いっていうのは病気だって考える考え方研究もあるわけですよ老いっていうのが病気なんですよ老いるから病気が来て視力が悪くなって内臓の機能が落ちるんじゃなくってそもそもそういうのが積み重なって総合的に老いっていう風うにまとめてられるわけであってね老い、まあ、つまり老化するっていうのにも何かしかのネガティブな要因を体の中に作っている要素があるそうなんですよ だからそういうのを治療によって老いを老化を追い出すっていう研究もありますんでその研究が一部成功してるから人間の平均寿命って伸びてるんじゃないですかねローマ帝国の時代それから室町幕府の時代平均年齢は30歳でした昭和20年でも平均年齢日本人40歳だったわけですよ定年退職が55歳だった時代ってありますよね私が小学生だった時私の親世代っていうのは定年退職55でした 60とか70ってのはもう高齢者そんな感じだったんですけども今70歳の人がウェットスーツを着てジョギングしてる姿を見るとねもうかっこいい年寄りだなと思いますよね iPhone でこうやって音楽聴きながらね Bluetooth イヤホンで音楽聴きながらこうやってウォーキングしてるわけですよ70歳80歳でそういう時代になったんですよね100年前に70歳80歳でウォーキングしてる人想像できないですよねわらじでこうやって歩いてるんですからね そういう感じで人間はどん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 寿命を伸ばしていって人間の人生のピークも30代から40代40代から50代へというふうにずらしていってるんじゃないかなと思いますもちろん年齢によってはピークが早いそんな分野もあるんですけども少なくとも学びってものに関しましてはピークはまだまだ人生の60代70代80代の後半にあると言えます高校の教科書なんですけどもまた 一から、ね、読み直してるところでですす面白いですでしかも理解が早いですね。やっぱりね40代50代になると10代の頃の教科書なんでちょちょいのちょいで理解できますよ、ね。子供の読む本ですから。10代の頃は学習の経験もなかったしもっともっと難しい課題っていうものを知らなかったんで会社の経営とか人材育成に比べたらこんなのちゃんちゃらおかしいぐらい簡単ですよこれね。おかしい ぐらい簡単だし、こういったものの中に疑問が生じたらすぐに検索して調べることもできますので、もっともっと理解が含まれます。ビザンツ帝国を滅ぼしたって書いてますね。1453年、コンスタンチノープルを陥れ、ついにビザンツ帝国を滅ぼしたと。じゃあ、教科書ではこれだけ膨大な400ページ以上ある教科書の中に、ビザンツ帝国っていうのはたった6文字しか出てきませんけども、この6文字のビザンツ帝国を解説した、そんなサイトっていうのは無数にあるわけですよ。 だからこの歴史の教育書1個取ったにしても40代の私がどうやって学ぶかっていうとそれだけで一生が終わるくらい学び続けることができるんですよねだから人生のピークがまだまだ後ろの方学びのピークはもっともっと後ろの方にあると言えますこれからどんな知識情報得点に出会えるのか非常に楽しみだなと思ってますだから老いってのは得点なんですよ老いは何もねリスクをどんどん高めていくもんではありません年寄り取れば取るほど自分の人生に応じた 尊敬が得れて尊重が得れて資産が築けて知恵や知識が溜まっていて解決方法をたくさん蓄積することができて年寄りを取るほど有利になっていくんじゃないかなと思いますしそういうふうな年の重ね方をするのが知恵ある人生の歩き方なのかなと思いますよね。今回は老いに対してちょっとお話ししてみました。いかがだったでしょうか